演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら大塚食品のリポビタンゼリーを飲みたいと思います。リポビタン D って確か前に飲んだことあるんですけど、そのゼリー版が出たんですね。どんな味わいなのかな。と、それでは、飲んでみます。確かに食感は感じられますが、それがプラスに働いているかというと必ずしもそうではない気がしますね。これはいわゆるドリンク系ゼリー飲料なので、ちょっと食感も味わえるのですが、栄養ドリンクとして一気に飲んで勢力をつけたいという方にはちょっと向かないかもしれないですね。ゼリーなのでちょっと途中で止まるんですよね。味は普通のリポビタンデーと変わるな味でした。なので普通の飲んだ方には想像できる味かと思います。ただゼリーの部分でちょっと好みが分かれるかなっていう部分がありますので、状況の使い分けるというのはいいのかもしれません。ちょっと微妙な感じがするので、こちらの点数とさせていただきます。難しいなこういうの。それでなだれきて仏を待つのぞ好みを、なだれです。飲み込まれてしまって仏様を待つだけの状態なんでしょうか。早く助けてあげないと。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞永遠。